皆さんこんにちは、浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今回はですね、ミニッツが、発売された当初に、発売されていた、スモール RC カーですね、まあ、いわばミニッツのライバルとして登場した、アジコンをご紹介したいと思います。まあ、こちらは、まあ、普通のミニッツレーサーですね。こちらが、まあ、フェラーリディノと、こちらはミニッツオーバーランドの、ハマー H2、 こちらになります。まあ、これが通常のミニッツサイズなんですが、こちらが発売された時期に、一つはエポック社という、まあ、おもちゃのメーカーで有名ですかね。野球盤とか、野球盤とか出てましたよね。あれで有名なエポック社が出した、RC43 といって、43分の1のラジコンを、ミニッツとほぼ同じタイミングで発売した時がありました。で、ものがこちらになります。まあ、ミニッツと比べると、かなり2回り、3回りぐらいですかね、小さい、ラジコンになります。でこちらの方が、意外とですね、本格的な仕様になっていて、よいしょ、こちらですね、一応、まあ、Tバーのようなものがついていたりとか、一応ここフロントもサスペンションがついていたりで、まあ、かなり僕は当時こちらの方を実はメインに走らせていったことがありました。はい、メーカーの方が公式大会をやっていたので、こちらのレースにも実は参加していました。でこちら比べていただくと、大きさの方がかなり小さいので、実は家の中で、走らせる場合は、僕がこれをやっていた時はミニッツは大きすぎると言って、こちらの方を、紹介していました。はい、まあ、実際ミニッツはミニッツカップなどで本格的に広いサーキットで走っても、十分楽しめるものなので、まあ、部屋の中、まあ、6畳とかで走らせると、若干やっぱりちょっと部屋の中では狭いかなっていうものになってると思います。まあ、それに比べるとこちらの方はサイズも小さいし、速度の方も遅いので、まあ、家の中で走らせるにも、まあ、なかなかちょうど良かったマシンになります。まあ、ただそうは言ってもこちらもやっぱり家の中で走らせるにはちょっとですね、小回りが効かなかったりとか、まあいろいろあって、まあ、これも、あまり長くは続かなかったシリーズのマシンになって、まあ、こちらの、43で不満に思ってたものがいろいろと改善されて、パワーアップしたものが後に強襲から発売された、Dナノという、マシンになります。はい、ただまあ D ナノにしてもこちら43にしてもちょっと小回りが効かないので、家の中で走らせるにはちょっとあまり向かないかなというふうに思います。はい、でこれとは別に完全にレース用とはまたちょっと違うものなんですが、僕が実は今注目しているというか、これが今の技術で復活してくれたらいいんじゃないかと思っているマシンがこちらになります。はいですね、こちらは横も本格的なホビーラジコンを発売している横もから発売されていた、ラジコンのプチマルというラジコンになります。はい、すごい、何分の1だったかな、80何分の1とかいうサイズですね。ミニッツなんかとは比べるまでもなく小さいですし、 RC43 と比べてもこんなに小さいラジコンになります。はい、でこちらの方なんですけれども、こんなに小さいラジコンなんですが、実はトイラジではないんですね。こちらの、ラジコン、実はホビーラジコンに近い性能になっていて、デジタルプロポーショナルシステムで動かすことができます。でこちらの方はプロポの方、プロポというか電波帯が、40MHz になっていて、まあ普段、大きいラジコンで使ってる、ハイエンドプロポ40メガとかだったかな、27メガか、普段大きいラジコンで使っている FM 帯のプロポで操作できるというのは実は売りでした。はい、でこちらの方が、まあ、ただ速度の方かなり遅いので、まあ、大きいところで走らせるにはちょっと向かないんですが、逆に、遅い分、例えばこのテーブル、ちょっと長方形の
て1畳ぐらいのサイズの大きさのテーブルなんですが、この上で走らせても全然多分走れるぐらいの、サイズ感、そうスピード感とか小回りだと思うので、まあ、こちらをですね、出てくれれば、なんだろう、サーキットで本当にちっちゃいスペースでまずこちらで、練習、もう本当にまっすぐ走る練習、8の字の練習、オーバルで走れる練習とか、まあ、こちらで知っていただいて、それができるぐらいになったらサーキットに入っていただくのが、なんかこう初心者の方もこう自信を持って入れるんじゃないかなとかっていう、なんかそんなような気がしています。はい、結構外国の方でこのぐらいのサイズのラジコンが実際に販売されているようで、結構動画とかを見るんですが、すごく見てても楽しそうで、サーキットデビューする前にこういうものがなんかサーキットに置いてあったら、なんかこうちょっと練習、やっぱり一回サーキット入ってみて、ちょっと今のままだとこう周りなんか迷惑かけちゃうみたいに初心者の方がもし思った場合は、こちらの方で一回ラジコンに慣れて、そのまっすぐ走ることとか、こう戻ってきた時の左右とか、やっぱり最初のうちはやっぱり分かりづらいと思うので、それをまず身につけるというのに、こういうのがすごくいいんじゃないかなと僕は思いました。でまあ、技術的なことはよくわからないんですが、例えば、ミニッツのプロポの電波帯を、まあ、こちらで使えるようにするとかして、もう本当に、必要最小限の、なんだろう、機能とかを、つけてもらって、もう、バッテリー多分このサイズになると内蔵しかできないと思うので、内蔵式にして、もうなんだろう、いろんな車種を出すけれども基本的に車種は同じで、最悪は本当にバッテリーが終わったらもう終わりみたいな、そういうものでできるだけ価格を安くして出してくれたら、意外と面白いシリーズになるんじゃないかなって、ちょっとまあ素人考えですけれども思っています。はい、まあこれぐらいの大きさの ものが、まあ何台か数台で、1畳ぐらいの大きさのテーブルの上で走ったら、意外とこうなんだろうな、盛り上がるんじゃないかなとちょっと思うんですよね。まあ、実際にそのメーカー主催でレースをやるとかそういうことでは全然なく、本当にレースをとかサーキットに行く前の家で遊ぶ本格ラジコンということでは、意外とこれ面白いんじゃないかなと僕は思っています。はい、まあ、プチマルこちら、一応電池さえ変えれば多分動くと思うので、なんとか本当はこれ動かせるようにしたいんですけども、何しろもう20年前のラジコンになっていますので、多分バッテリーが死んじゃってるかなと思います。はい、というわけで今回は、こちらプチマルと RC43 という、昔発売していた、ラジコンをご紹介いたしました。